皆さんこんにちは、文ちゃん先生です。今日はですね、リンゴジャムを作ってみようというふうに思います。材料はリンゴ、それからレモン、それとお砂糖というふうになります。カットしたリンゴは皮付きのままの方が、まあ、色がついていいのかなというふうに思います。美味しいしですしね。あとはジューサーかけるときに日本酒をちょっとこう足してあげて、砕きやすいようにやってあげる。でこれ煮沸しますので、アルコールは飛びますから、お酒に弱い人でも大丈夫です。あとはですね、10分ほど少しこうとろ火で煮込んであげて出来上がりです。瓶詰めして、1年間ぐらいは保存できると思います。